皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ということでね、今日はね、何を起こすのかっていうと、はい、ドムトローペンというかドムについてこすります。はい、まあ常々思うんだけど、ドムのねデザインってね、まあ遊びがなかったなって思うよね。うん、なんかザク2はさ、その後ザク1とかザク3とかさ、その結構はそのデザインにさ、構造的ゆとりがあるというか、まあ手の加えようがあるというかさ、あの元の面影を残したままパワーアップさせることができるデザインというか、うん、シンプルであるがゆえにさ、うん、シンプルであるがゆえに、まあその後まあザク1ザク3とか、あと高機動型ザクとかさ、別にその周りから反感を食わないような、ああこれあるだねみたいな、中にはそのザク2よりもさザク3の方が好きっていう人もいると思うんだよね。キスランの誉れじゃないけど、うん、まあドルってさ、なんか最初のドムがデザインが良すぎてさ、しかもあの一年戦争のさ、その何メカの中だと結構複雑な構造じゃないですか、胸周りとか。まあキューキットの100分の1だとね、大体あのまあギャンもグフもザクも大体色分けできてるんですよ、うん、あのゲルグ以外はね。ゲルグなんであの黒の部分がなかったら知らねえけど、大体あの3色で再現できるんですよ、一年戦争のキットって3色で、うん、敵の方はね、うん、連邦の方は無理だけど、敵サイドはね、グフもね、ゲルグもね、ザクとかもね、だいたい3色で、気温カラーをね、まあ再現できちゃうんですよね。でもドームは無理だったんですよ、昔から。うん。まあ、ロイヤル証拠で。はい。キューキとドームだけど、これね、こんなんじゃん。もう、これ、真っ黒じゃん。これね、100分の1がね、全く同じ構造なんですよ。全く同じなの、100分の1が。うん。ザクとかグフはね、ほぼ90点ぐらい色分けできてます。いや、100点かな。うん。モノ以外は色分けできてんだよ、ザクとかグフは。こいつはもうこれ黒一緒。なんでかっていうと複雑すぎるのよ。うん。で、このさ、このもうドムってさ、もう、もう完全にもうこれ、もう完成されてるというかさ、いじりようなくない？これもう、完璧すぎてさ、完璧じゃん、もう。この時点で完璧だから、例えばそのザクがさ、まあ、旧ザクはちょっと、あれだけどさ、そのパワーアップ形態としてね、パワーアップ形態で語るなら、そのザク、こいつはやっぱデザインに遊びがあるせいか、こういうさ、ザクシールとか出てきてもさ、なんか受け入れられるというかさ、ああ、いいねってなるよね、俺的には。うん。足し算ができるんだよ、足し算がちゃんと。で、ザクの素晴らしいところはちょっと旧ザク持ってきてんだけど、持ってくるか、ちょっと。はい、持ってきました。ザクっていうのは最初に出てきた、ザクね、これね。ザクっていうのはね、何がデザイン素晴らしいかってね、本当、足し算、引き算が自由自在なんで、足し算と引き算が。まあ、引き算したのがさ、ザクワンじゃん。ねえ、まあ、もう、すげえ安易な、あれだけどさ、引き算。うん。原作だとこんなもん持ってねえけど、肩のトゲ取ってさ、動力パイプ取ってさ、ねえ、右肩のシールド取ってさ、これ引き算じゃん。完全に。ね？で、引き算が成り立っちゃうんだよね。あ、止めた。引き算が成り立っちゃうのよ。デザイン、元のデザインが素晴らしいから。引き算もできるし、まあ、足し算もできるっていう。足し算もできる。で、デザインに破綻はないんですよね。うん、足し算もできちゃうっていう。すげえ素晴らしい、まあ、デザインだよね。ザクっていうのは、ほんと、なんか、足し算と引き算を見越したようなデザインじゃないですか。でもさ、ドムってさ、足し算と引き算できないよね。できないねって俺はそう思ってんだけど、なんでそう思ったかっていうと、ドライ線っていいんじゃん、ドライ線。あいつ、もう、ドムじゃないよな。ドムじゃなくない？俺もうドライセンって、ドムじゃないんすよ、もう。ドライセンは。うん。じゃあ、どこまでがドムなのかっていうと、ドワッジまでなんだよね。ドワッジ。うん、なんか出てねえけど、なんか、これをベースに出せそうだけどね、ドワッジ。MG が出したからね。で、ドワッジ界まで行っちゃうともう別。もうドムのね、良さが消えてるんですよ、ドワッジ界は。ドワッジ界はなしなんですよ、俺の中で。ドワッジまで。うん。
あドアッチ何がデザイン素晴らしいかってさ、正面から見るとドアッチってまんまドムなんだよ。まんまドム。うん。まあ、ただから入ってっけど、アンテナは。後ろを見ると、あ、ドアッチだってなるんだ、ドム。だからね、このドアッチのデザインって素晴らしいよね、あれね。うん、ドムの魅力を崩すことなく、ちゃんとパワーアップしてるから。で、ドアッチ回はやりすぎ。だって顔が変わっちゃってんだもん。うん。あと、ボディラインも崩れてる。ってことで、ドムってね、いじれないんだよね。完璧すぎて、デザインが。うん。ドライセンってもうドライセンだから。ドライセンのことをさ、まあ、ザクシリーと並べる人いるけど、ザクシリーは間違いなく、ザクの系列の最終型なんだけど、ドライセンって俺ドムじゃないと思うんだよね。だって、バズーカ持ってねえしさ、まあ、ユニコーンとか持ってたけど、な、本の時とは変わってんじゃん。うん。接近戦のミカになってるしさ。うん。だからドライセンは、ドライセンなんですよ。うん。ドムの血が相当薄いドムっていうか。だから、ドムの最終の型っていうのは、俺的にはやっぱ、まあ、ドアッジ界。まあ、ドアッジ界好きじゃねえけど、ドアッジ界。うん。で、ドアッジの、普通のドアッジ、茶色ドアッジいいんじゃん。あ、茶色ドアッジ。サンドカラーの。ね、ドアッジが俺の中で思考の、ドムのパワーアップ系ですかね。うん。ドムトローペンって結構、俺の中だとなんだろう。まあ、やっちゃったなっていう。うん。やっぱ、ね。うん。まあ、こう言ってないよね。完全にこっち。こう言ってないんですよ。うん。別にこんなのダサくてよかったじゃんっていう感じでさ。うん。やっぱこいつがね、まあ、遊びがないデザインだからな。もう、いじれない。完璧すぎて。うん。ってことでね。まあ、ドムって、もう洗練されてるよね。うん。しかも模型にした時にね、全く破綻がないですよね。もう、1年生の頃からもう完璧な造形だったからね。うん。ごまかし効くんですかね、こういうボリューミーな機体ってね。まあ、アシュラテンプルもそうだけどね。はい。まあ、そんな感じでね。今日はね、まあ、ドムのパワーアップ機、まあ、ドアッチとかドアッチ界とかドライセンいっぱいいたけど、やっぱドムは、一番最初のこのデザインが完璧だよねっていう話でした。はい、そんな感じでね。プラチナさん、バイバイ。